何が起こってるの？今、ですね、あのラジオじゃ分かんないかもしれないですけども、まあ後ろで今カメラを回してまして、はい、いや、あの今ですね、カメラの方の電源を入れようと思ったら、めっちゃすごい勢いで親指にパチンってなって、はい、わーってなりましたね。もうなんかね、多分体調悪いんだろうね、きっと。いや、体調悪いのもね、なんかこう、あれっつうの、もうオープニング撮れてなかったからなんかびっくりしたよ、YouTube 版のね。そうそう、はい、というわけで、YouTube 版の方はこちらからね、はい、ありがとうございますということで、はい、まあまあ説明からいきます？どうします？まあとりあえず、はい、なんだ、音声は聞こえてるんですかね。うん、はい、まあ聞こえてると思うので、そこがちょっと、まあ、はい、今回一番最初で、一番最初、はい、セッティングをしてて、はい、全く何もしてない状態なんで、はい、音声が聞こえてるかどうかっていうところが、ね、まあ問題です。そうですね。まあ今日はですね、このまあ最初なんで、まあ10時から1時間で、11時までね、放送しますということなんですけれども、なんかここの部分でですね、まあコーナーをいろいろやってって、はい、メールをね、皆さんからのメールをお待ちしてるんですが、正直何でもいいですね。まあまあまあ、まあ、ね、そうですね、はい、はい、なんか質問でもいいし、疑問でも、はい、まあ、あとこういうのやってほしいとかね、うん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 、まあ、僕ら の, YouTube の方の動画でこういうのチャレンジしてほしいなっていうやつでも全然大丈夫です。あ、全然構わないです、はい、本当に何でもいいのでね、はい、やっていきたいと思います。はい、はい、持ちますんで、まあとりあえずそのメールアドレスがね、僕らの中ではあるんですけれどもね、ラジオの方のね、はい、そのラジオのメールアドレス、ブーちゃん覚えてますかね？もちろんでーす。覚えてないんじゃないこれ。いや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 、ちょっともういや、ね、まあさすがにじゃあ読ませていただきますよ。はい、第1回目の、はい、第1回目ラジオの、はい、第1回目の僕の仕事でございますよ、本当に。はい、アシスタントの僕の仕事でございます。アドレス読みでございます。はい、アドレスはドルナマラジオ@yahoo.co.jp、はい、ドルナマラジオ@yahoo.co.jp です。はい、ドルナマラジオのスペルは DORUNAMA、はい、DIO ドルナマラジオ、ドルナマラジオのスペルが DORUNAMA RADIO、 合ってます？合ってますよね。うん、うん、一番最初ちょっと怪しかったんですけど、はい、ラジオって言ってから D って言ってたら、んと思ったら、そうですね、はい、DORUNAMARADIO でございます、うん、本当に。ああ、もうありがとうございます、はいはい、というわけでね、こちらの方にお便りください。はい、はい、皆さんからのね、お便り、それからまあこれからコーナー紹介ね、はい、しますけども、そうですね、はい、まあ、どしどしお待ちしますので、はい、はい、常にメールに関しては、うん、今、まあ、画像をね、YouTube の方では画像を今撮ってるんですけども、はい、そちらの方では見えてるとは思いますけども、うん、まあ、リアルタイムで今僕がタブレットを持って、タブレットでメールが来てないかチェックできるようにしておりますので、はい、はい、どしどしアドレスの方に送っていただければ、うん、僕らの方も、うん、読めるかなというところで、うん、はい、実は、はい、実はですけど、はい、もう、はい、メール、はい、来てます。お、幸先いいね。本当に、はい、メールが来ておりますんで、そちらの方を読ませていただこうかなと思います。ラジオネーム、はい、今旦那。おー、イエーイ、今旦那ありがとう。初ラジオ放送おめでとう。はい、そんな自分も以前はラジオのサーバーを作ってラジオ放送をしてたんだけど、ラジオって動画と違って聞くことに特化したメディアだから、なんていうのかな、いかに、視聴者を楽しませるか難しいと思うけど、うん、2人で頑張ってねという、お便りをいただきました。あ、励ましのね、メールありがとうございます。嬉しいですよ、はい、嬉しいですね。まあ、はい、ね、この放送する前とか、はい、まあ、もう何週間前ぐらいから、はい、ね、アドレスが、はい、動画で分かるように皆さんの方に、はいはい、一応 YouTube の方とか、ね、宣伝はしてたんですけども、はい、やっぱこうやってね、実際ラジオでメールもらえるとちょっと嬉しいですね、はい、そうですね、本当今後もなんかいろいろね、なんかお便りもらえると嬉しいと思うんで、そうですね、はい、随時受け付けておりますんでね、はい、そんな感じでも、はい、やっていきたいと思います。はい、まあ、さっきから言ってますけども、はい、皆さんのお便りをお待ちしているのと一緒に、まあ、一番最初冒頭でもちょこっと言いました、はいはい、今このラジオは画像を出しておりません、うん、出しないね。そちらの画像は実は、はい、
今やってる風景を YouTube に載せるために、はい、画像を撮っております。お画像撮ってますんで、はい、そちらの方は後日アップという情報が入ってますが、はい、合ってますか、はい、そうですね、僕らの方の、あのドルドル TV というね、チャンネルがあるんで、YouTube の方のね、そちらの方で後日アップになりますので、どういう風に撮ってたかというね、雰囲気を見たい方はそちらの方でも見れます。そうですね、はい、まあやっぱりこう画像がない分、今、うん、生放送はね、そうですね、はい、あるんですけども、画像付きで、はい、まああの YouTube で見れるの で、 そうです、ね、この時どういう風な動きをしてたかとかそうですね、なんでぜひ見てほしい、本当に、ね、はい、きっと僕ら、はい、ラジオ慣れはしてないんで、あんまりそうですね、画像付きのやつが特化しちゃってるんで、うん、あの多分こうみたいな、こうしか言えないみたいな、うん、そうですね、でも画像を見ると何やってるか分かるみたいな、うんうん、っていうのもあると思うんで、ぜひそちらの方ね、はい、見ていただければ嬉しいなと思います。はい、そうですね、今、まあ、放送は放送の良さがあるし、動画の方は動画の方の良さがあると思うんでね、はい、はい、両方楽しみたいという方はそちらでもいいし、まあ、あの一応タイムシフトは残してあるんですけど、1週間過ぎたらもうね聞けないんで、そうですね、はい、そちら聞き逃しちゃったよって方はそちらのチャンネル登録をしていただいて、はい、そちらの動画の方で見ていただけると、まあ、はい、分かると思いますので、はい、はい、それから、はい、今ですけども、はい、ニコニコでやってるのでコメントの方を僕ら見ることができております。そのコメントに関して拾うか拾わないかは別として、はいはいはい、皆さんがコメント書いてくれたものに関しては見れておりますので、はいはい、ぜひあの書くなりなんなりしていただければいいかなと思っております。はい、まあ、僕らもまだ最初なんでね、試行錯誤しながら模索中でございます、模索中でございます、はい、いろいろ考えながら一応ねこれでもやってますんで、はい、はい、なんかね不手際があったら申し訳ございませんが、まあ、日々進化していくこうね面白いラジオになるといいなと思ってやってますんでね、はい、はい、よろしくお願いします。はい、では、早速、はい、第1回目の放送の、はい、コーナーに参る前に、はい、一旦、うん、音声が消えます。はーい、あー入ります。はい、ということで、はい、皆様、お待たせいたしました。はい、お待たせいたしました。お待たせいたしました、ね。はい。はい。では、それでは、今日はね、第1回目なので、ね、コーナーの紹介から、まあ、タイトルコールですね。そうですね。はい。行ってみましょう。はい。部長、お願いします。はい。1個目のコーナーは、はい。すすきのの中心で、〇〇を叫ぶ、イェーイ、よいしょ、よいしょ、よいしょ。このコーナーになります。はい。はい、このコーナー、うん、どういうコーナーかちょっと説明してもらっていいですか。はい、このコーナーはですね、あなたの叫びたいこと、僕らに叫んでほしいことをご紹介するコーナーです。はいはい、例えば、はい、なんかちょっと今タマ様、みんなにこう叫びたいこととかってあります？叫びたいことですか。はい、まずですね、まあ僕は今年ですね、ちょっと頑張ろうと思っていることがありまして、はい、おー、はいはい、はいはい、今年はね、あのまあ、 あの他の方々にも言われたんですけど、うん、まずあのお店頑張ろうかな、はい、だからまあそのお店頑張ろうかなっていうことで、あのバードルフィンドルフィン来てください、はい、これをすすきの中心に叫びたい、はい、そうですね、うん、まああのいろんなお店紹介してますけど、僕らそうあの YouTube で紹介してるのに、そうドルドルだけ紹介してない、そう自分らの地盤紹介してないですよね。いや、これ実はね、なんかね、最初に思ってたんだけど、うん、いろいろ店紹介やっていく中で、ノウハウがね、うんうん、こうできてくるじゃないですか、うんうん、自分たちの中でね、うんうん。で、その中で、あの、こう、まあ、いい感じになってきたら、ちょっと自分たちの、自分のね、こう、店も紹介したいなと思ってたんですけど、うんうん、うっかり忘れてましたね。うっかり忘れて、もう何年経ちましたね。そうそう。ちょっと今年はね、こう、バードルフィンドルフィン推しも知っていこうかなと思ってます。うんうん、はい。あの、一応、あの、すすきのでのね、あの、方の食べログには載ってるんですけどね。うんうんうん、はい、うっかり乗っちゃってるんですけどあの、はい、誰が書いたか分からないけどそうそういい子いい子してあげたい、ね、いい子いい子してあげたいね、本当に、 こっちで何もやってないから、はい、そうですね、あのまあ分からない方もいらっしゃると思うんで、僕一応ねバンドマン的なこともしてたんですけど、はい、なんかそのまあ歌ったりとかね、うん、があれなメインなんですけども、まあ歌好きの人がうちのねお客さんにすごい多いとカラオケバーなんですけど、うんうん、はい、やっぱりなんかそうなってくるとやっぱ歌好きには歌好きが寄ってくるみたいなね、うんうん、感じで、やっぱり常連さんもすごい歌うまい人多いんですよね、うちね、うんうんうん、でやっぱりなんかその食べログさんにも書かれてたんですけど、まあ、常連さんもみんなうまいと、で、私なんかは歌えないみたいなコメントが書いて、いや、
違うんですよみたいな、楽しんでいただければみたいなね、感じで、はい、本当にうまいんですよこのメール、グループのメンバー全員が。そうそうそう、本当にね、俺がね引っ越してきた時にね、ここに来た瞬間にね、あ俺歌えねえと思っていやでもカラオケは上手い下手じゃないと思うんですよ。そう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 、歌いたいか歌いたくないかだと思うんで。そうそうそう、でなんかやっぱりね、なんか歌が上手い人たちなんか、例えば他のねお店とか行って、うんうん、こう主役気を張れるような人たちがいっぱいいるので、うん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 、逆にあれ歌ってくださいこれ歌ってくださいって自分の歌いたい歌が歌えない、まあ、そうですね、逆に言うと多いと思うんですね、うんうんうん、でもうち来るとみんなこうね上手い人が多いから、うんうん、じゃあ一緒に歌おうかとかこういうのをやってみようっていうので気兼ねなく歌えるっていうのも逆にあって、うんうん、そういうので居心地いいと思うんですね、うんうんうん、常連さん同士っていうか、うんうん、はい、なんかボーカルみたいな人もいれば歌い手さんみたいな人もいればみたいな、ね、そうですね、ここギターとかも置いてあるんで。そうですね、ギター弾いてくれたりとかもしますしね。そうですね、もう最近だとエレアコン入ったんで何でも入ってきます、うん、そうですね、そう、まあ、もうギターアンプも2つあるし、そうです、ね、ここは何屋さんなんだって、そうそうそう、スタジオそうなんですよ完全にベースもあるんで、まあ、あとドラムがね、うんうん、入ればあとはもう本当にスタジオになっちゃう感じですけどねはい、はい、まあ、そんな感じでちょっと僕はこうそんなバードルフィンドルフィンに来てくださいと。そうですね、はい、ちょっと叫びたいですね、叫びたいですね、すすきの中心で。そうですね、はい、はい、すいません、いろいろねこうまだまだね出始めのねこうドル生ラジオでございますが、うん、お店の方はですねこう見えて11年やってますんで、はい、はい、はい、すすきので結構長いですよね、長いですね、11年って。11年やらせていただいたっていうこう皆さんがすごいですね、うんうん、はい、そうですね、このありがたい感じで、はい、うん、すすきので1年で消えてくお店って結構多いんで。そうですね、なんかやっぱり僕が始めてやっぱりなんかいろんな店にねこう関わろうとするじゃないですか、うんうん、でし向こうの人も来てくれたりとかするんで、うんうんうん、なんかもう名刺ファイルみたいな最初作ってたんですけど、うんうんうん、その名刺ファイルのほとんどの店ありませんもんほとんどありません。初期の頃のねお店はなかなか多分残ってないんじゃないですか、本当に1割残ってるかなぐらいの本当にあこの人こんな店やってたな、そういうわけで今やこんな人でそうね、でも名刺もだからもう毎年ね、ほんとこのぐらいこう溜まるっていう、まあちょっと今映像ないから分かんないけど動画で見てこれ、このぐらいはほんと溜まる、びっくりするぐらい、片手で持ちきれるかみたいな、そう、自転かなぐらい自転並みの暑さが溜まっちゃうからね、いろんな人に会うんで。ほんとにここのお店に来るといろんな人に会えるんで面白いですけど、はい、そんな感じで僕はこういうとこを叫びたいかなと思って言ったわけですよ、うん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 、はい、はい、まあまあそうですね。全然ぶっちゃんなんかこう僕ですか？叫びたいことありますか？僕ですか？はい、僕が叫びたいことは、うん、みんなとりあえず簡単にメールを送ってほしいので、はい、この一言で終わらそうと思います。お、彼女欲しい。あはい、そっちか、そっちか。いや本当にここ最近ずっと申し訳ないんですけども、これを見てる本当に申し訳ないんですけども、ここ最近ですねずっとまあ、はい、たまさまとこうやって動いたりなんなりをしてて、はい、最近まあ、ちょっと多いですよね。そうですね、うん、いろんな問うものが多くなったりしてそうですね、そうするとですよ、間違いなく僕は、ホモなんじゃないかとホモ疑惑があるわけですよ、はい、違うよと、僕は男の子だし、女の子が好きだよと、うん、そういうところだけはね、ちょっとね、そうですね、うん、間違えてほしくないなっていうところで、あ、うん、まあもうね、びっくりするほど7年ぐらいですわ。あですね、やっぱりもう僕らやっぱりリア充ですからね、このある意味こうね、まあ、ある意味、そう、ある意味活動でリア充なんで、そうだからやっぱりそれみんな嫉妬してこうね、やっぱりね。行ってくるんじゃないかなっていうのもあるんですけど。ということで、サスキノの中心で〇〇を叫ぶでした。イエーイ。そのまま。